はい、吉谷さん。まあ、成功モデルは人それぞれ違うもんですよね。一郎選手に時間的、お金的、人生が豊かになって自由になる方法って聞いたら、野球だろうなって答えられるかもしれないですよね。野球に出会ったおかげで大好きな野球ができて、野球に出会ったおかげで自由な時間を楽しめて、野球に出会ったおかげで素晴らしい選手を間近で見ることができて、みたいなね。えそしてもうね、 えー、全ての野球少年が目指すべきスタジアムに立ちまくったというね多くの記録も残して野球以外でも自分の影響力が出てくるようになったしまあ好きな人生を歩めるのは野球だったよねっていうふうに言うかもしれないですねだから成功モデルって人によって違うんですよ、うん、ただ今会社員でいることに違和感を持って何とか抜け出したいと思ってるのに抜け出さない人がいるってことなんですよねうん毎日会社に通うのがものすごく苦痛でね嫌だなとか こんな会社にいなかったらもっとこんなことができるのにあんなことしたいのにと思ってるのにその選択肢を取らないっていう人がいるのはまあ奇妙なことだなと思うわけですよ。イチロー選手が野球が嫌いだったら多分野球選手としての人生はね苦痛だったと思いますけどもあ自由な時間があるから素振りしようかなとかねあ今日も暇だからちょっとおトレーニングしようかなとかねいろいろ選べるのは全部野球に向かっていくことなのかなと思うわけですよ。 裁量で行われてることだったら、それはあ、いいことなんじゃないかなと思うんですよ。で、お金に関して、ものすごく多くの方が、あの、迷ったり、うん、悩んだりしていると思いますけども、こんな言葉があるんですよね。えっ、ー、とね、買うあ、迷う理由が値段なら買え。ね、買う理由が値段ならやめておけ。これ短いんですけども、すごく意味のある言葉で、あの、 欲しいなと思ったものってその価格なんかに阻まれることなく手に入れるべきだと思うんですよ。でも安いから買うんだったらそれは商品が欲しいんじゃなくて相対的に得をしているその価格に対してお金を出しているわけであって製品に何かを求めているのだと違うのかなと思うんですよ。で本当に必要だと思ったらどんなローンを組んだってね買うはずなんですよね。ちょっと例は適当じゃないかもしれませんけどもなんで、ね ばギャンブルとか女性とかお酒に身を持ち崩す方がいるのかって言ったら全部じゃないにしてもお金が大事っていう風に思う気持ちよりもこれに使うことが大切だっていう風にもう振り切ってるからだと思うんですよねやっぱりキャバクラに行ってなんでこんな酒に2万3万かけないといけないのっていう風に思っちゃったら使えないですよねで今回は20%引きですとか言うのに 釣られてキャバクラにまあそんなキャバクラないですけども行ったとしたらそれは架空に対して魅力を感じるってことであって、うん、なんかサービスに対してじゃないのかなと思うんですよ。まあ車とかは顕著な例ですよねそれからまあ人によっては服にいいお金かけたりとか、うん、好きなアイドルの DVD たくさん買ったりとか悪責任買ったりとかはたから見たらなんでって思われることに、えー、たくさんねお金や時間や労力を使えるって多分その人の一番幸せな瞬間だと思うんですよ。 もちろんそれが周りの人の環境を壊したりとか社会生活や家庭生活を壊すものだったらちょっと考えないといけないと思いますけどもでもシンプルに考えて何でねお金を使いすぎて生活が壊れるかっていうと多分お金がないのに使うからでしょうね100億円ぐらい資産があって飲み放題キャバクラ行き放題やって誰も文句言わないと思うんですよもちろんあのまあ、奥さんが寂しがるとかね、うん、ちょっとほ他のこと一緒にやろうよっていう 他者とのお付き合いバイアスがある場合はちょっとねこれの限りではないですけどもね、うん、まあ岡本太郎さんもいい言葉を残してますけども、うん、やっぱね与ぞあつばさんも言ってたんですけども買う理由が値段なんだったらそれはやめといた方がいいとで買うのをとどまるのがこれ値段だったらそれもやっぱおかしいとなんかやっぱ品質を見ないといけないよと自分が自分に対してこれが 欲しいと思う、必要だと思うんだったらやっぱ買った方がいいけどもそれによって値段によってね自分の購入意欲が上下するだったらそれはちょっと違うんじゃないかなって言われてましたね私もまあそんな気持ちかなと思います教育には最大限投資した方がいいかなと思うんで今幼い大和くんあのインターナショナルスクールに会話してますけどもやっぱね英語の教育って私50になっても結局身につかなかったんですよ莫大なコストと労力かけました、うん、でダメだったですよね でも今山と君はまだ2歳なのに英語で歌を歌ったり英語で判断したり英語でコミュニケーションを取るんですよね。だから人生の最初の方に数百万かけておいて大きく私よりも水を分けて元が取れてるなと感じますね。それでは。